じゃあ最後に生きるとはなんか自分で言いながら笑ってた、プロフェッショナルとはみたいな。なん生きるとは何だろう。生きるって何だろうね。あんま考えたことないな。生きる、表現すること。表現することっていうの学生時代にずっとやってたけど。それ学生時代に何、どういうことですか。ラボで。ああ、ラボでね、うん、生きるとは表現することだ。あ、そういうなんていうか哲学みたいなのがあのラボ。それをテーマにずっとなんかいろいろやってたから私は、あ、一応年代は、うん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 、まあでもいろいろ言って、まあ、食べることとか暮らすこととかあるけど、なんだろうね、なんだろうね。え、一旦じゃあちょっと話変えない方がいい。変えていいよ、変えていいよ。暮らすってなんだと思う。暮らす、うん、最近の俺のちょっとテーマでさ、まだ、まあ、住み始めて6日ねんけど、モバイルハウス住んでて、これ住んでねえなってすごい思うんだよね、うん、例えばこうやってさ作るうちに来て、うん、あの一泊させてもらって話してけど、うん、じゃあ俺作る家住んで、住んだって言えるかって言ったら、いや住んでねえだろって感じじゃん、うん、暮らすって何なのかなと思ってて、あやは完全にここ住んでる、住んでても暮らしてると思うし、なんだろうね、なんだろうね。暮らすとは、それ考えたことないな。暮らす、うん、でもなんかね、今話しながら自分で思ったんだけど、うん、じゃあ俺って暮らさないといけないんだっけっていうのを思ったりしたかな。うん、あの今ね、あのあやの話聞いて思ったのが、うん、その暮らしてないと絶対に、うん、その地元の人がさ、うん、あやは野菜持っていけとかさ、うん、米食うかみたいなことって絶対ないなと思って、うん、そこにはきっと暮らしてると、うん、まあ、ある意味暮らしてないというか旅してるの境目があるなって、うん、なんだろう、なんだろうね。四季折々を感じることだな。うん、四季を感じること、自然の移ろいを感じること、うん、まあ箱を返しといてなんかさ、なんとなく俺もその冬の厳しさ知らずに、うん、今能登行ってて、うわあ、あの能登島いいな、あの水いいなみたいなすごい思ってるけど、うんうん、なんかやっぱ厳しい目見てないのにそれって言えないなってすごい思うから、うん、それってある意味やっぱ暮らしてないし、それ踏まえた上で暮らしてるって言えるのかな、うん、つまりは自然をちゃんと感じて1年通して自然を感じたら暮らしてるって言えるのかなっていうのすごい思うかな、うん、めっちゃわかる、うん、1年は必要ね、四季があるから。そうだよね、俺絶対さ、うん、ここいい、あの能登島じゃここ綾乃と継ぐわって言ってついで、うん、冬寒いって絶対なるもん、うん、冬こんな厳しいなんて思ってなかったね。結構さ、能登島3年間住んだじゃん、うん、こうなんだろう、愛着湧いた、ここまた住みたいなとかさ、うんうん、いつか帰ってきたいなみたいな、うん、やっぱあんだ、うん、特にどういう時それ感じるの。この家をいつか、あ、いつかとか、まあ離れるかもしれないという時。あ、そうなんだ、うん、いろんなね、こう3年間の思い出もあるしね、うん、で結構この土地にっていうのもあるけど、家への愛着が結構強い。あ、家が強いかな。だってこのさ、障子一つでもさ、壁一つでもさ、あそこは誰が塗ったとかわかる、うん、あ、そうなんだ、ここは誰と一緒に掃除したとか、はいはい、
この隙間あるあると埋めたっていうのが、まあ、例えばあそこはライナスが塗ったし、あそこはマリコが塗ったし、あそこのカップルは付き合ってたけど、まあ、今は別れてて、でここはリュウちゃんって子が塗ったんだけど、その時は東京の社畜だったんだけど、今は辞めて、今は服をあの山口県にいて、うん、でうちの彼氏の友達となぜか同じ協力隊をやってて、はあはあ、みたいな。でここはクッシーっていうのがいて、うん、でこの障子はあのクッシーと、あこっちはクッシーが塗ったんだけど、うん、違う時にまた来て、その後で彼女と一緒に来てこの障子を直したんだけど、うん、クッシーとあののんちゃんって言うんだけど、のんちゃんはうちとのんちゃんの方が私が仲良くなっ なってそれとあと別れて、うん、のんちゃんだけでまたかその後来て、うん、みたいな、そういうさ一つもう全てに思い出があるわけ、 誰がここを直したの。そうなんだ。そうだからあんま離れたくないっていう。あなるほどな、っていうのが彼氏には伝わらない。あ伝わらないの。そう、そうなんだ、うん、そっか。なんか俺めっちゃわかるけんな、うん、やっぱ俺もさあれ一緒にいろんな人手伝いに来てくれたから、うん、この背面は全部せっちゃんが貼ったやつだよとかさ、うん、ここの枠はそのものづくりに興味がないんだよ一切。あそうなんだ。興味がないっていうかやったことがほぼないから、あ、わからんだよね。あそうなんだ。そうパソコンだから基本。あそっかそっか、うん、まあ、プログラミングの先生やってたもんね、うん、そうなんだ。あとなんかうーん旅をしたくないっていうのは、あしたくないっていう感じじゃなくて、なんか旅はまあそんなに興味ないけど、うん、ずっと同じとこにいることに関してはあんまり興味がない。あへえ、うん、まあ、ずっとってのはもう絶対死ぬまでだね。みたいな。うん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 。2、3年はいたいけど、でもそれまあ5年以上は別に同じとこにいなくてもいいかなみたいな。感じ。あそうなんだ。それはもっといろんなとこ、まあ、住んでみたいみたいな好奇心。あそう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 。あ多分住むことに対しての旅好きみたいな。うん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 。暮らすことに対していろんなとこで暮らしてみたいっていうのがあるから、別にずっと同じとこにいなくてもいいか。うんうんうん。あそれはね超わかる、うん、もうハワイ一生住むのみたいなことすごいよく聞かれるんだけど、うん、全然多分そんなことないよみたいな、うん多分ハワイ。音島も、うん、まあ冬以外は最高だけど、まあ、冬はもう最悪だから冬は住みたくないし、うんうんうん、でいろんなところにでも住んでみたい、行ってみたいよりも住んでみたいな方が全然強いから。うん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 。そう、なんか旅行と住むのとってやっぱ全然違うなっていうのは俺も思ってて、うん、そうそう、うん、そこで取れた食材とか使ってご飯作って食べてみたいなのが好き。うん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 。旅行行ってもうちあんま外食しないんだよね。スーパー行って見たことないやつ買ってどうやって作るんだろうと思いながら作って、その辺にいる人と一緒に食べるみたいなのが好き。できるだけ地元のね、そうそう、地に根ざした、うん、いや俺もねその考え方めちゃめちゃ一緒で、だからそのできるだけ長期で滞在するように旅行してたんだけども、うん、そのなんか究極っていうか超本質捉えてるなっていう女の子がいて、うん、台所探検家の女の子がいるんだ。何言ってたか出てる。台所探検家出てるよ。なんか聞いたことあるよ。あ本当、お金屋さんって女の子なんだけど、その女の子が世界60カ国以上の台所に行って、でそこでその人たちとその土地のものを使って料理作って暮らしてっていうのをやってて、キッチンにこそその国の文化があるって言ってもう研究してるんだよね。がめちゃめちゃ本質捉えてるなと、その土地を知るって意味でね。ユーラシア大陸をチャリで横断した人がうちに前来たんだけど、うん、すげえ、まあ、その人はなんか多国籍料理の店長やってて辞めて、うん、で今あの岐阜のだっけな、どっか忘れちゃったけど、どっかでまた新しい店を始めるんだけど、う
多分その人も同じ。へえ、あ、全国なんか知り合った人に泊めさせてもらう代わりに飯作るから入れてくるみたいな。あ、へえ。確かに話聞いてると、そのこの土地ではこういう保存の仕方しますとか、なんかタイは夜にご飯3食分炊いて、で次の日、うん、で夜は炊きたて、で朝次の日の朝と昼は冷えたご飯食べるとか、なんかそれにはこういう理由がありますとか、ああいう理由がありますみたいなのを、その地域の風土とか歴史とかから紐解くって、逆に紐解くみたいな。キッチン知った上でそっちの方調べてったら、今年もゴールデンウィーク行ってるぞ。え、マジで、うん、めっちゃ最近じゃん。ゴールデンウィーク、いつのゴールデンウィークは。民宿泊まってる。2017年だ超前2年前だ、うん、能登島やったら。でもなんか能登の方になんか漁師さんですごい、あ、言ってたわ、能登島の民宿ですごい好きで、ご飯も美味しくて可愛がってくれてるとこあるみたいな。先住そうだね、うん、行きたいみたいな、能登行きたいって言ってたから。うん、めっちゃこの人結構年いってる。俺と一緒。あ、うん、そう、クックパッド勤めながらそれやってて、あ、だからクックパッドが出てくるのか。あ、そう、でも完全にそれは自分の自費でやってるらしくて。すごい、うん、で結構最近は社内でも面白がってくれる人と、あの子何してんのっていう人と二極化してきてて、うんうん、気にしないようにしてるけどちょっと居づらさはあるっつう。面白いね。うん、面白いからちょっと見てみて、うん、そうだよね。そうだから最近のモヤモヤはそれなんだよね。モバイルハウスに住んでますって言いながら住んでないなってすごい感じてんだよね。別にモバイルハウスで移動しなくていいんじゃない、うん、ここだって決めたさ、うん、1週間とかだ。まあ別に何つって決めなくてもちょっと長い間いてみたい。うん、そんな気がするから。分からんけど8月1ヶ月ぐらいは北海道でなんかどっか働いたりしてもいいかなみたいな、うん、でその土地の人とコミュニケーション取って暮らしていいじゃん。うん、涼しいし、いいじゃん。うん、